戦いの道日の地獄何があるのか知らないが男は一人で行くものさ。何がある風からしか高潮か戦いの渦火の地獄何があるのか知らないが男は一人で行くものさ。ズバットから3曲聴いていただいてありがとうございました。おたられです。2人の地平線歌ってて気づいたことがあったのでそれ喋ります。2人の地平線、剣は1人で戦っているわけではなかった、ね、いつもアスカと2人で戦っていた。ズバットスーツを身にまとった時、アスカ五郎の科学への情熱と正義の心を感じていてに違いない。だから2人の地平線、そして地獄のズバット、彼は戦いを復讐と言っている。この言葉を否定的に捉える人もいるけど、犯人を知りたい、償いを刺したい、そして、自分も悲しみから解放されたいと願うのはもう人の普通の感情だと思います。それが復讐なのだとしたら私もそれを肯定したい、そして早川健はついにそれを果たしますよね。問い詰めると相手はいつも違うと言っていたが最後の敵だけはそうともそうともって言ってのける、その敵をズバッとは倒す、バラのカードの言葉は悪の大組織ダッカー全滅、そして早川健は、アスカ五郎の死を受け入れることができた。復讐を果たすことでね。だから墓に花を手向けた。その時に、流れる歌が男は一人道を行く。彼を忘れることはないけどやるべきことをやり起こった出来事を受け入れた、そしてやっと一人になれた。優しい早川健に戻れたんだと思う。そして彼は戦いの心を鎮めるために旅に出ると、ね、つまりこの歌はこれこの場面を歌った歌なんだと、ね、誰も知らない最終回のその後の、ね、その後の早川健を私もあなたもこの歌を聴くときとても晴れやかな気持ちになりますよね、それはこういうことだと思うんですよね、この歌から、寂しさや孤独は感じません、限りない自由と、新しい出会いと月並みですが、月並みな言葉ですがね希望に満ちた未来を感じます。3曲まとめると、2人の地平線は亡き親友と共に敵を求めてのさすらい、地獄のズバットは復讐の火に焼かれながらの戦い、男は一人道を行くは安らぎと優しさを取り戻した一人の男の旅立ち、それぞれそういう意味が込められている、そう思いました。今回改めてズバッと見てね初めて涙が出て止まりませんでした。かっこいいな面白いなとは思っていたけれどこう初めて心からシンクロした。46年経っちゃったけどね、間に合ってよかったと嬉しく思います。このドラマを作った全ての方々そして、歌を歌った方に改めて申し上げます。ありがとうございます。そしてこう言いたい、あんたたち日本で一番だよ。